皆さん、これは映画やアニメではありません。現実に巨大ロボットが出現したのです。報道機関の諸君、地球防衛司令長官であるところの私、羽柴藤吉が現状と今後の対策を公表しよう。地球防衛司令長官ってそんな役職があったんですか？確かにこの羽柴藤吉、法的には国際アカデミア学園の1階の教師に過ぎん。しかしかかる重大な事柄を政府の無能な役人どもに任せるわけにはいかん。そこでこのロボットを発動せしめたこの私がその重責を引き受けたというわけだ。それに登場しているのが我が教え子たちでもあるしな。教え子たち？ということは乗ってるのは学生なんですか？羽柴先生。ああ、君か。諸君、紹介しておく。私の秘書の桐生琴音だ。今後のアポイントは全て彼女を通すように。秘書じゃない。ギャそれよりも登場した方がよくありません？そうだよ、行くぞ。無理だよ、相撲部頼む。任せろ学部、その代わりクラブ費のことは頼んだぞ。ちょっとどさくさに紛れて何言ってんのよ。何はともあれまずは精神統一だ。
よし、やってみよう。セイバーサーベル。あ、やった。見ろ。じゃあまずこの私から。ここは私に任せてもらいます。え、どうするつもり。セイバーボーン。ユミさん、弓道部だっけ。あ、外れた。だって避けるんですもの。ヘボンヘボン、ビームパンチ。ねえねえ、今度は私にやらして。どうすんだ。ヘイバーリボン。そうか、昭島さとみって身体操部だっけ。で、これって武器になるの？アジャクロ攻撃！あっ！ほんとにアジャクロ！うるさい！やばいやばい。セイバー！私にもやらせて。セイバースターン。いよいよ私ね。オーロラシュート。では失礼して。グラビトンストーム。ルミさんってすげえな。変な具合になっちまったな。またあいつ来るのかな。あら、佐々木怖いの。そんなんじゃねえ。こういうのは自衛隊あたりに任せましょうよ。私たちは戦うには素人だわ。スーザンの言う通りで、学生は勉強するのが本分で。あんたを黙ってて。生徒会長、これからどうします。そうだな、まずは一旦学校へ帰ってクラブ活動の予算会議を。クラブよろしく。どうか全部出してば。キャプテン、これは